はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズ召喚を続けやっていきたいと思います。パートね、100超えてここ101だと思うんですけど、パート99の終わりの時の続きです。まあ、100は何があったのでしょうかね。まあ、時間軸がちょっとずれてんだけど、ってのがね、101にずらした理由が、記念すべき100がね、あの扉の中のやつ戦ったと思うんですよ。それで101なんだけど、まあ、取れか取れないかわかんないですけどね、この大器ってのがね、まあ、炎系持ってんのか。どっちの方がいいんだろうな。メラガード。キングスライム以外がメラガード持ってる。ってことは、キングスライムも違うの持ってるのか。ね。キングスライム、キングスライムっていうのがまた持ってるのあんだね。じゃあ、とりあえずベリアルがいいね。ベリミオン、ベリミオン。フレ君、フレ君だろうな。乱れ切りの攻撃の攻撃いっときますか。周りちょっと倒さないと。あ、バイキング忘れた。いやー、そんな安いの使ってくれてありがたいね。まあ999だろうな。いや、マジかよ。まずちょっとベリアル、なんとかしないとね。ギルドラース落とされたらね、元も子もないんで。よっぽどアロマグランプリよりきついんですけど。危な、いい加減貯めなくちゃいけないね。あ、じゃあ魔法やずんじゃない、似てっからな、ベホマズン。だんだんやばくなってきてますよね。サミダレギリやればいいかな。真ん中落ちないよね。落ちっかな。なかったもんね、バイキング1個もないよね。ランク A 以上はね、あの闇の波動効かないらしいんですよ。だけど A じゃないもんね、これはね。ゴールドアタック。あ、下がった。初めて聞いた。あー、いいね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 。この大器のね、キングスライムが持ってるのもあるのかな。やっぱガルマツオ様々ですね。100まで貯めないとまず話ないな。ガルマツオ3体並べたらすごいですよね。貯める貯める貯めるってやってね。もう1体いいんだけどね。持ってきちゃっていいか。OK。はい、
メラバギ2のバウンティーハンターのメラガードついてます。このメラガードっていうのがヒデ君だったね。メラガードっていうのがね、スキル割り振りでマスターするじゃないか。バウンティーハンターついてからいいね。これを連れてアロマグランプリ行ってもいいかな。これで175種になったと思います。リスト切りあればいいんだけどね。メラバギも上げとけばメラバギ3になるけど、まあ別にいるかいらないかって言ったらいらないんだけどね。まあ仲間に入れた瞬間にこうやってね、すぐ配合したら、次のになりますよね。だからどうすればいいんだろうな。このまま連れて行ってもいいけど、プラッシュ上げればいいから、メラガードついてんじゃないですか。だからメラガードと炎ブレスガードか、それで派生するんですけどね。ね、まあちょっとセーブさせていただいて、はい、ちょっと先の配合になるんだけど、まだ作ってないモンスターいるって言ったじゃないですか。なんだけど、このね、今ね、白雪っていいんだけど、白竜王。この白竜王がですね、これか。これがね、こんな感じなんですよ。まあ、前作った白竜王ですね。このスキルがね、炎ブレスガードっての持ってて、それでまだね、満タンになってないですよね。この炎ブレスガードとメラガードだったと思うんだけども。あ、107もある。これは作るのいいんだけど、この先どうすっかなって話なんだよね。これ消したくないスキルもあるから、炎ブレスガードは消していいんだけど、ポンプしたいでしょ。勇気スキルもいいですけどね。これで今も転生の杖とか持たしてるんで。ってのが、白竜王2体いんですよ。この白雪とね。まあ、白滝っつっていいんだけど、これもこんな感じなんだけど、それを、白雪と、これを配合してね、オスの杖持ってて、こっちが転生の杖持ってるんで、まあ、白竜王にはなるんだけど、まあ、オスとメスの白竜を合わせて、白竜王2体と、あと2体でできるモンスターがいるんですよ。ね。はい。とりあえず、まあ、白竜王できましたね。これ後で合わせるんで、次回とかやってもいいかな。もうここまで来たらね。白美神。白美神の被害合ってる人います。ほら、出た。火炎ガード SP。火炎ガード SP、バウンティーハンター持ってんね。これ連れてってもいいかな。バウンティーハンターと、そうだね、アロマグランプリ、そいつ連れてってもいいかな。あんま強くしすぎるとさ、簡単になっちゃうんだよね。メラガードもレアだからさ、あんま消したくないんだよな。これあるからいいんだけど、別に。いいや、これで。それで、レベル上げてきて、まあ、配合するんだけど、スキルどうなってる？ああ、18か。まあ、とりあえず全部振ってね。176種類かな、これで。でも火炎ガード SP がね、メラガードをさっきの大器からしか取れないんで、ね、炎ブレスガードはね、手に入るんですけど、ね。それで、まあ、そうだ、ライブラリで176になってれば OK だね。ここちょっとわかんないな。デモスペだと思うんだけどね。なんかバグってくかもしんないからね。バグ連れてきたかもしんないって言ったじゃないですか。211種類なくかもしんないけど、多分大丈夫だと思うんですけど、自分コサックシープ配合してさ、セーブするの忘れてたみたいなんだよね。だからそれは後でやるけど、とりあえずこれでレベル上げて、スキル振ってね、どうなるか。まあ奥の方に行けばさ、まあハグレメタルとか出てくるからレベル上がるんだけど、とりあえずね、配合できるレベルまでね、上げてね。
裏で上げときたいんで、次回そこら辺触れていきたいかなとは思うんですけど、まあ上がるからね、ちょこちょこやっとけばいいか、それはね。こんな感じでスキルポイントだけとりあえず貯めたいんで、まあ先行して種振ってね、セーブしてもいいしね。あ、セーブする前に、セーブしてから種振ってもいいしねって話ね。キャプテンクローもね、2体使うっていうのが意味わかってくるんで、今後ね。はい、とりあえずね、これメラガードですけど、ちょっとね、右上画面がね、ちょっと見えなくてごめんなさいなんだけどね。あ、上から4、9、15、22って書いてますね。だから、賢さアップとかさ、ついて、メラガードプラスが42で覚えて、64で使う MP 節約、まあ、3分の4かな。ね。で、一番最後に使う MP 半分ってついてますよね。これを手に入れたことにより、この炎ブレスガードもね、使う MP 半分とかついてるんですよ。なんだけど、今回覚えたのが、どこだあれあんの？え、結構前なの？あれ？あれ？炎ガード SP ってどこにあんの？メラガードでしょ？あ、これ火炎ガードか。そうか。火炎ガード SP。これが、メラガードプラスと、炎ブレスガードプラスってついてますね。だから、凄まじいですよね、これもね。炎ブレスガードがついてるから、まあ、ここもそうだけどね、炎ブレスガードプラスとかなるから、まあ、プラスプラスなんのかどうなんだか、話ですけどね。まあ、ほとんど火は効かないですね。まあ、火の化身となったところで、メラガードもついてますね。メラガードこれ全部つけたらどうなんだろうね。ただバウンティーハンターついてたからさ、まああれ使ってアロマグランプリやってもいいかなって思ってるんで、ね。まあ3種類これでいるわけですよ。だからこれをレベル次回まで上げときますんで、まあそれで盗むとかやってもいいかな。ね、その後にやっぱ配合で作ってもいいしね。まあいろいろやり方あるんですけど、まあ、最後それでいいかな。どうしようかな。メラガードとか消せないからね、ちょっと迷ってんですよ。うん。なんだけど、今回派生させたことにより、また一つ埋まりましたんでね。176種類。さて次どうなるんでありましょうか。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。